はい、皆さんおはようございます。今日はですね、5月の23日の日曜日になります。今ここはね、埼玉県の小川町、こちらまで来ております。ちょうどね、今駅を通過したところなんですけれどもね、天気はね、ご覧の通り、まあ、関東地方まだ梅雨にはなってないんですけどね、どんより曇ってます。今日は、東秩父とこの辺をね、ちょっと回ってみたいと思って家を出てきました。まあ、東秩父側といえば、皆さん、よく来られてるのは、秩父の高原牧場っていうところになると思うんですけどね、まあ、今日その辺もね、行ってみたいと思ってます。それから天空のポピーですかね、この辺も通りたいと思ってます。山の上の方はね、結構雲が立ち込めてるんですよね。今映像でわかると思うんですけど、みんなもしかしたらちょっとね、霧の中を走る、雲の中を走るっていう感じになっちゃうかもしれませんね。早く晴れてくれないかな。道の駅東秩父っていうのが 300m 先にあるみたいなんで、ちょっと寄ってみようかな。まだやってないかな。ここなのかな。はい、入ります。初めて来るんですよね、ここ。はい、それではね、道の駅東秩父を後にしたいと思います。よっしょ。それで今道の駅東秩父のね、ところで情報っていうか、ポスターが貼ってあったんですけども、天空のポピー、これ毎年5月22日からね、お祭りが行われるんですけど、今年はやはり新型コロナの関係でですね、中止って出てました。ですんで、まあちょっと今日寄ろうと思ってましたけれども、まあ、駐車場が開催してないんでね、止めれないのかもしれないんで、まあ通るのはね、一応通ってみたいと思います。天気やっぱり今一つですね。晴れるって言ってたのにな、しょうがない。でも道の駅にはね、朝早くから結構人がいっぱいいらっしゃいましたね。それで今の道の駅東秩父、結構あそこまで車で来てね、そこからやはり、自転車でね、この定峰峠とかこの辺の奥武蔵グリーンライン、この辺をね、走る人多いみたいですね。天空ポピー中止って書いてありますね。じゃあ私もちょっと左の方へ、ここを曲がっていくかな。まっすぐ行っても行けるんですよね、地図見ると。だからこういうのがね、分かりにくくてちょっと苦手なんですよね。まあまずはね、秩父高原牧場の方へ、向かいたいと思います。まあ、今ナビをね、そういう風にセットしてあるんですけどね、そしたらこっちって選んでくれてるんで、ちょっとこちらの道を選びました。雲の中ですね。
ちょっとガスってきました。うわー、真っ白ですよ。到着ですね。ここがね、高原牧場になります。ちょっと通過するかな。西の国にふれあい牧場の方も閉鎖なんですね。ここはね、ヤギ、手作り体験とかね、ヤギさんとかそういうのがいるんですよね。よし、ちょっと U ターンしよう。しょうがないな。ちょっとね、残念ながら雲の中って感じなんですけどね。Uターンしてきましたんで、このままね、ちょっと、ポピーの、天空のポピーのところ、まあお祭りはね、中止ということですけれども、咲くのは咲いてんだろうな。ちょっとね、行ってみたいと思います。わかりにくいんだけどね、ここを曲がっていくんですよね。ここを下ってってね、もうちょっと行ったところが天空のポピーなんですけれどもね、ここ天気いいと気持ちいいんだろうな。でもね、道幅はね、決して広くないし、トロ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 走るとこですよね。お、ちょっと一段降りたら、あれ、雲が晴れてるな。ここなんですよね、天空のポピーのところ。この辺もね、一面綺麗に咲くとこなんですけど、やっぱあの辺ですよね、赤いの咲いてますよね。こっちが綺麗ですよ。はい、ちょうどね、高原牧場のところからポピーのところへ来たら晴れてきましたね。すんごく綺麗です。赤くね、ポピーがいっぱい咲いてます。ただね、お祭りは中止なんで、駐車場のところには警備員さんが立っててね、入れないようになってます。でもみんなあれだな、歩って
見に来てますね。離れたところに止めて、きれいきれい。もうちょっと時間が経つとここも混んでくるかもしれませんね。いや、これぐらい晴れてくれるとね、気持ちいいですよね。よし、降りてきた。やっぱ本当山の上の方はね、雲かかってますからね、今もね。ちょうど良かったです、秩父クリーンセンターって書いてあって82号線だから、ここずっとまっすぐ行くとあれですね、羊山公園出る道ですね、これね。なるほど、分かった分かった。いやー、すごい武甲山に雲がかかってますよ。上の三角のところがね、よく見えないでしょ、雲でね、隠れてね。うん、初めて見た。時間がね、もうじき10時になるんですけどね。まあ、サンザンパラ先々週かな、秩父周辺は走ってるんでね、この後はちょっと、まあ、今日目的のね、秩父高原牧場のところと、天空のポピーのところはね、走ることができたんで、まあ、貴重な、もうじき梅雨に入っちゃうっていうことなんですけどね、まあ、十分楽しめたんで、この後はね、ちょっと、道の駅の足学坊を目指そうかな。で、道の駅足学坊でまたちょっと、休憩をしてね、それから国道299号線進んでいきたいと思います。はい、まもなくね、道の駅足学坊に到着します。二輪車のイベントを、なんかおまわりさんイベントやってんですね。はい、ただいまね、道の駅足学坊を寄ったんですけどね、交通機動隊なのかな、二輪車の事故防止イベントってやってましてね、結構混雑してるんでね、今出てきましたけども、すごいな、このね、コロナ禍で、まあ、埼玉県はマンボウなんでね、そういう関係もあるのかもしれませんけど、イベントやってるんですね。ちょっとびっくりしました。それでちょっと休憩してね、味噌ポテトとか、ソフトクリーム前回に引き続いて食べようと思ったんですけど、お店まだやってなかったんで、でも時間もう10時なんだよな、10時過ぎてるんだけどな、やってなかったんでしょうがないんでね、今出てきました、何も食べずにね。もうほんとね、この後梅雨に入っちゃいますんでね、ある意味こういった、晴れ間の中のねツーリングって、ちょっと当分できなくなると思うんでね、今日が最後だと思って来られる方多いんでしょうね。すごく混んでますよ、ライダーさん大勢います。
というわけでね、私の方はこの後ね、自宅の方に向けてね、走っていきたいと思います。もうじきね、梅雨に入ってしまってね、ツーリングにもまたコロナというのプラスアルファ、梅雨ということでね、出かけられなくなるかと思うんで、まあそんな中でね、今日天空のポピー、たまたま晴れ間出ましたけどね、見れてよかったなと思ってます。はい、というわけで今日はこの辺で失礼させていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。よーし、小丸トンネルだ。